いただきます。1個目おいしい。俺唐揚げくんにはうるさいよ。新日本プロレスの高橋ひろむです。本日はひろむちゃん夢企画。人は誰しも絶対に大好物なものを死ぬほど食べてみたいと思ったことがあるはずです。ということで今日はローソンの唐揚げくんを100個20パック用意しました。結局大食い企画とかそういうんじゃないです。もう今日は、はい、夢企画好きなもんですからね。俺はただただもう嬉しいです。ワクワクしてますよ。もうこれが100個食べれるんだと思ったらついに夢が叶いました。今日はありがとうございます。 YouTube やっててよかった。まあ普段1パックしか食べないですよね。だからもう2パック目からちょっと未知の世界なんです。いつもはもうレッドです。レッド一択なんですよ基本で。レッドがなかったらまあ他のもの食べますけど、だから今日は楽しみですよ。すだちとレモンチーズで、これはラー油。すごい、いや楽しみですマジで。え、いいですか早速食べちゃって。ではじゃあまずこのレギュラーからですよね。ノーマルのこれからいただきます。すごいですよね、唐揚げくんちゃんと色字ついてるんですよ。すごくないですか。で、色字つかんの初めてです。唐揚げくん色字つかないで食べるってどうやって食べるんですか。え、素で今日はね、お行儀よくいただきます。1個目いただきます。うん、いけるわ。うん、おいしい。いや、これですよね。一個ずついっていいですか。いいですね。うん、でも1パック攻めではなく、いつも食べてる唐揚げくんのレッドです。いただきます。うん、おいしい、間違いない。たまに6個入りの時あるじゃないですか。今日これ5個の日ですよね。徳島さんすだち、もうすだちは食べたことないですね。いただきます。うん、おいしい。すだち効いてる、さっぱりですね。確かにすだち効いてるな、おいしい。え、すだちってこれがレモンですよね。すだちとレモンがどう違うのか、これは重要ですよ。それは厳しいですからね。全然違う。全然違う。おいしい。どっちもさっぱり系ではありますけど、やっぱもう食べた瞬間味は全然違いますね。レモンとでも本当にすだちの味です。マジこっちすだちとレモン全然違うじゃないですか。いやもう本当そのままなんですよ、うん、でそれが全然違います。意外と煮るのかなと思ったら、でこれがチーズ。いや俺チーズも食べたことないな。定番ですよね、すごい。むしろ一番人気なんじゃないかぐらいなレベルですかね。いただきます。うわすごチーズだ。そりゃそうですね。おいしい。いやもうチーズ、あの唐揚げにチーズをニャッてやって、ニャッてやって、クチャッてやって口入れた感じですよ。でも分かりやすいですね。いや分かりやすく言わないとダメだと思いますよ。あれは結構凝って食レポしちゃう人とかいますけど、分からないですもん。でもチーズを手にペンって出して唐揚げをパンってやってバシッてやって口に入れたって言ったらもう味分かるじゃないですか。分かりやすいです。ぜひどうぞ、あのテレビ局の皆様、食レポとして使ってください。わかりやすい食レポをします。次ラー油。え、これぎ、あ、うま辛、うま辛ラー油。全然見た目はあれですね、普通の唐揚げと変わんないです。うん、うん、
ラー油だ。ラー油ですよ。なんとか味とかだと意外と違ったりする時あるじゃないですか。唐揚げを手のひらに置いてラー油バーってやってねちゃねちゃねちゃってやって口に入れた感じですよ。美味しい。いや美味しいってことです。つまりこの感じで食べてくるんですね。これ幸せですね。もう今もうガンガン行きたいですもん。普通に行っちゃっていいですか。うん、美味しい。巡業出たら1日1回は食べるかもしれないです。もしそれぐらい唐揚げくん食べてますね。いやもうレッドのみよ。どういう時っていうよりかも日常ですね。内藤さんもバイトしてたんですよね確か、ローソンで。俺唐揚げくんにはうるさいよっていつも言われます。作ってたって言ってたから。出来たての瞬間食べたことあります。めっちゃ美味しいですよ。さらに美味しさもさらにアップですよ。え、何個ですか今。8個ぐらい。8個ぐらい。あ、8個ぐらい。1個でタンパク質 2.9 あるんですよ。100個食べたら300。すごいですね。俺もうマッチョになっちゃいますよ、こんなタンパク質取ったら。すごいなんか鍛えてる人とかでも体重の2倍から 2.5 倍ぐらいのタンパク質を取るみたいな感じなんですけど、3倍ぐらい取ることになりますからね。すごいですね。3倍以上ですね。すごいことになってますよ。なんでこれ裸で食べてるんだってこと。多分今みんな気になってるのは東北巡業帰りですからね。新幹線で帰ってきてすぐ撮影してます。だからなんで裸なんだっていう。関係ないです。この絵が続きます。で美味しいですけど、なんかずっと見られながら食べてるのも不思議な感じしますね。これ100個って結構っすね。めっちゃ美味しいです。ネガティブな意味じゃない。あ、全然そう、もう全く違います。そういうなんかお腹いっぱいだとかそういうのではないです。結構なんだなっていう、単純に。いやでも誰しもが思ったことあると思うんですよ。だってありません、なんか自分の好きなものをもうマジで飽きるほど食べてやりたいみたいな、ありますよね。それを今俺叶えてる。これはもうプロレスラー、いや YouTube やってなかったら叶ってなかったですよね。叶った結果、まあ、意外とあれなんだなっていう。そっか。そっかそっか。あれ？こんな感じじゃなかったな。あ、美味しい。美味しいですよ。食べました。今まであの唐揚げくんこう食べてて、まあ、5個、まあ、もしくは6個の時はあるんですけど、正直もっと食べたいな、もうちょっと足してほしいなと思ったんです。5個ちょうどいいっすね。計23個。
やい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 や、これ検証ですからね。はい、夢企画。いや、そうだそうだ、夢企画ですから。ただだからあれですよ、だからこれで判明しました。逆にこの夢企画どうしたらいいのか。で、あの今この映像を見てる人も、この食べ物を死ぬままで食べたいわ、もう食べ続けたいって思っても、いつも食べてる分量の倍で十分っていうことが分かりました。唐揚げくんだったら10個食べたら幸せだったな、10個で幸せ。これはもうね、20個超えてきちゃうと戦いになってきてしまう。皆さん、好きなものはほどほどに。バイバイで終わっちゃっていいんですか。唐揚げくん最高、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 唐揚げくん最高。